朝って一番お腹空いてるでしょ、うん、そういう時に食べちゃいけないものってあるんですよね。あるんですか、うん、100年生きる私たちとしては、はい、血管がダメになったらね長生きできないんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。高見です。よろしくお願いします。先生、はい、この間旅行に行った時に朝食を久しぶりに食べたんですよ。普段食べないね。普段あんま食べないんですよ、うん、朝食食べるとちょっと調子いいかななんて思うんですけどね。いや美味しかったんですよ。これがまたなんかグラノーラ出てフルーツ出て食パン出てって、あ、うんうんうん、美味しかったんですよ。食べ過ぎちゃいましたねついつい。さあいわゆる洋食の、あ、そうです、洋食の、ね、朝食ですね、はい、うん、なんかどうなんですか先生の顔がなんかニヤニヤしてるんですけど、いやね朝って一番お腹空いてるでしょ、うん、そういう時に食べちゃいけないものってあるんですよね。あるんですか、うん、これはもう前から言ってるんですけど、はい、お腹空いてる時に血糖値がガンって上がるものは良くないですよって言ってるんですよ。え、そうなんですか。そう、ガンと上がるとインスリンもガンと出て今度ガンと下がるんですよ血糖値がね、はい、だそのスパイク状の上下が良くないですよってもうこうしつこく言ってるんですよこれね、はい、糖尿病の人にね食事制限するのに食べるのを控えるのもなかなか難しいけど、まあ一つのチャレンジとして甘い飲み物をガッと飲むのはそこからやめましょうよって話をね、まあ、今までもしてるんですけど、洋食の朝食ってね、うん、食べ物がみんな甘いんですよ。あ、確かに、ね、ホットケーキ、まあ、パンケーキ、メープルシロップかけてとかね、コーヒーも砂糖入れて飲む人いるでしょ、はい、それからフルーツでしょ、うん、でヨーグルトもジャム入れて食べでしょ。ありますね。全部甘いんですよ。確かに。しかも上がりやすいもんばっかりなんですよ。僕ねボストン行った時にね、あのユダヤ人の友達にね、日本人と朝何食べてるのって聞かれて、原則的に日本では朝ごはんはしょっぱいもんだと、うん、ソルティーなもんだって言ったらものすごく嫌な顔されて、朝ごはんは甘いものに決まってんだろって言われた。そうなんですか。そう、この人たちにとって塩辛い朝食なんてありえないんだろうなって僕はその時思ったんですね。ところがですよ、はい、塩分取りすぎは良くないんですけど、日本食のご飯ってめちゃくちゃいいんですね体にとっては。あ、そうなんですね。そうなんです。その今言ったような中で、はい、食べちゃいけないものねいくつかあるんですよ。え、嘘。そうだから今言ったようなものはあんま食べない方がいいんですよ。全部だって血糖値上がっちゃうのね。なんとでしょ。だから要するに動物としては早く活動するにはブドウ糖取った方がいいんですよね、そういう意味ではですよ。だけどそれはね短い期間の話だって、100年生きる私たちとしては、はい、血管がダメになったらね長生きできないんですよ。そうだから血管をダメにしないような食べ物、血糖値がバーッと上がってバッと下がるようなやつはその時の活動性にはいいかもしれないけど、長い目で見たら良くないです。動脈硬化起こるからね。例えばスムージー、こういうものも今流行ってるからね、うん、よく飲んでる友達いますよ。そうそう、なんか健康になれそうだし、なんとなくおしゃれじゃないですか。今までなかったもので入れ物も良かったりすればなんとなく手が伸びますよね、はい、だけどね果物とか入ってないんですけど血糖値ガーンと上がりますから、うん、まだ良くないんですよ。いいものだと思ってた。そうだからね、フルーツっていうのはねジュースにしない方がいいんですね。そのものを食べるとフルーツには本来は食物繊維がたくさん入ってるんですよ、うん、で僕もフルーツ大好きですけど、はい、ジュースにしてね糖分満載でいくと食物繊維抜きで、そうするとやっぱこう上がるわけでしょ。だからねスムージーそのままね飲むのも良くないし、それから果物のジュースね、オレンジジュースもまあ美味しいんですけどね朝飲むのにはね、やっぱりそれね血糖値がガーンと上がるの良くないんですよ。でその流れで言うと当然良くないのがシリアルとかね、それから今流行りのグラノーラとかもそうなんですけどね、あれもやっぱ砂糖がガンガン入ってるやつが多いでしょ、うん、グラノーラもね穀類だとかねドライフルーツだとかいろいろ入ってて、それにさらに牛乳入れたりヨーグルト入れたりとにかくいろんなもの入れるじゃないですか、はい、体に良さそうに見えるんですよ。いいと思ってました、ね、だけど甘いんですよ。いやその甘いのが溶けたミルクを飲むのがまた美味しいんですよ。わかるわかる。だけど甘いのは良くないんですよ本当に、それぞれ単体で見ると体にいいものもたくさん入ってるんですね。だけどあれを甘くしてガンといくのはやっぱり良くないんですよこれ。食物繊維はすごく多いんですけど糖分の過剰摂取になってるってことなんですね、うん、じゃあ何食べたらいいんだ。何食べて実はね、はい、食べたらいい食品ってあるんですよ。お、あるんですか。あるんですよ。いやそれ聞きたいですよね。要するに欧米人が嫌な顔をする日本食って話になっちゃうんですよ。
そうなんですね。しょっぱいもん食べるの朝飯にみたいに言われちゃうんだけど、いいものばっかりなんですよ。例えば、はい、味噌汁なんてもうすごくいいんですね。しょっぱい濃いやつをねたくさん飲むのはもちろん良くないでしょ。だけど味噌って何かって言ったら大豆の発酵食品でしょ、はい、それに出汁も入れるじゃないですか。出汁イコールアミノ酸でしょ。お、確かに。アミノ酸というのはタンパク質の元になるわけじゃないですか、うん、要するに体の元なんですよ。それからね、本当に生のお味噌になるとね、発酵食品ですから酵母も入ってるわけでしょ。そういうものも腸内細菌の環境にとってはいいものになるわけですよ。その味噌汁も具沢山の味噌汁がいいですよね。当然いいね。それからご飯ね、玄米がいいとか麦が入ってるものがいいとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、ご飯っていうのはね血糖値を緩やかに上げてくれるんですよ。そうなんですか。そうそう、ご飯みたいにでんぷんという形で入っていってね、食物繊維もご飯の中にもたくさん入ってますから、そういったものと一緒にとって適切な角度で血糖値を上げていくっていうことですよね。それからね、やっぱり卵はねいいんですね。あ、いいですか。そうそう、だから卵かけご飯でもいいんですけど。おー、いいですね。卵はねやっぱり低カロリー高タンパクでね非常にいい食べ物なんですよ。目玉焼きでカリカリにするんじゃなくて、ゆで卵とか生卵で食べた方がいいですね。果物はジュースにしないでそのもの食べましょうって話なんですよ、うん、例えばここにリンゴがありますが、リンゴも、まあ、なるべく皮ごと食べたらその方がいいでしょ。それからバナナ甘い割には中に入ってる糖分がね分解されるまでに時間のかかる糖なんで、急激にねこう上がったりしにくいんですよ。 あとレジスタントスターチって言ってね、でんぷんなんですけどすごく分解されるのに時間かかってね、そのまま小腸へ一部は行っちゃう、そういうでんぷんだからねすぐに分解されないから血糖値上がりにくいんですよね。食物繊維と同じような働きをしてくれて、余計な糖分の吸収とかを妨げてくれるし、腸内細菌にもいいんですね。それから例えばみかん、だみかんもね、僕小さい頃はこの白いところを徹底的に取ってきれいにして食べてたんですよ。で今はどうしてるかっていうと、もうこう剥いたら何にも筋取らずにそのままばっくりですね。だってこれ植物繊維だもん。あ、そうなんですね。そう、これ植物繊維ですよ。もうまさに植物繊維ですよ、この変な皮みたいなね。知らなかった。それから一つ一つの皮も、包まれてる皮もそうでしょ、全部食物繊維じゃないですか。これね抜群にいいわけですよ。フルーツは体にとっていいものたくさんあった、例えばビタミン C もそうでしょ、ポリフェノールもたくさん入ってるやつが多いわけですよ。食物繊維も取れるのでフルーツはおすすめですけど、ジュースにしないでそのままいきましょうねっていうことです。もし私たちが食べるんであればね、はい、それが血管もね悪くしないで100年生きるための、まあいろんないい条件が揃ってる食べ物ってこういうもんなんですね。朝食っていうのはですよ、育ち盛りの子供は当然ちゃんと食べさせた方がいいと思いますよ。だけど大人になるとむしろカロリーオーバーのことが多いし、血糖値オーバー、脂肪オーバーになる場合が多いのでね、だから普通に食べてるとね大体の人はカロリー過剰なんですね。ダイエットっていうのは好きなもの好きなだけ食べてるわけにいかないので、どっかで制限しなきゃいけないわけですよ。その時にねなるべく制限しやすいように、そして吸収しすぎるのを抑えてくれるような食物繊維と一緒に食べるとかね、だから朝例えば食べるんであれば味噌汁とかご飯少しとかね、それにその卵とタンパク質をちゃんと取ってフルーツも取るとかね。だからホテルのね、まあ、いわゆるバイキング式の食事とかっていうと、はい、和食と洋食とこう分かれてますよね。だからねその辺うまくね調節しないと肥満になっちゃいますからね、すぐにね。私はじゃあバナナを食べるところから始めたらいいですかね。うん。どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。役に立ったと思う方はチャンネル登録といいねマークをお願いします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。